どうも、海外のリアルなガンカルチャーをお伝えするこの番組、ナビゲーターのゴーストです。前回の AKM の動画を見てくださった皆様、本当にありがとうございます。購入の参考になっていただければ幸いです。エアガンのリアルさをお伝えしていけるようなレビューを今後も提供していきますので、次の動画もぜひご期待ください。さて、今回お伝えするのは、マルフェス2020パート3で発表となった URGI ソフトモッドブロック3についての動画です。ブロック3の持つ特徴的なハンドガード、こちらについての解説をメインにしていきたいと思います。合わせて、ライズゼリータイプのハンドガードに使われている M ロックについての歴史や M ロックについての解説、そして発売が待ちきれない人のためにも社外製のフロントパーツの紹介も合わせてしていこうと思います。ぜひ最後までお楽しみください。まずはこの銃の簡単なご紹介です。東京丸井がガスブロ化している CQBR ブロック1マーク18モッド1の流れを組むこの AR、 名前を URGI、 正式名称をアップレシーブルグループインプットと呼びます。まずこのブロックっていう単語何なんだって思ってる人いっぱいいると思うので、まずこちらの説明からしていこうと思います。まず米軍特殊部隊の方々は様々な特殊な作戦に対応すべく特殊な M4 の上半分、いわゆるアッパーレシーバーですね、そちらに対応するパーツをグループ化してきた歴史が実はあって、年代ごとにブロック1、ブロック2、ブロック3と区分けしています。ですので、まあ言ってみればブロックという単語は第何世代にあたる言葉と言っても差し支えはないでしょう。それぞれのブロックごとにアッパーレシーバーだけではなく、サイトやいろいろなアクセサリーパーツは年代ごとに区分けされています。一番お伝えしたいのは、90年代後半ですでに隊員の好みに合わせてカスタムパーツを容易に着脱できるようになったレールシステムが取り入れられたということです。このレールシステムは今後の重機業界にとって画期的なブレイクスルーとなりました。ですが、このブロック1のシステムはご覧の通り、バレルの基部と先端が重心に接触しているため、構えた時に余計な力がかかり、バレルがこのように曲がってしまうという欠点を併せ持っていました。そこで続くマーク18モッド1で採用されたダニエルディフェンスタイプのハンドガードには根元からがっちり固定し、それ以降は何も接触しない、いわゆるフリーフル、これにより命中精度の増加が見込めるようになったわけですね。ですが、このマーク18モッド1はもう登場が確認されたから10年以上経ったこともあり、様々なメディアに露出してきました。そのため熱心な特殊部隊ファンからは憧れの品として、カスタムのライフルを作りたい熱心なサバゲーファンからは外装パーツを組み込んだ外装カスタムをするための第一歩として採用されることが多かったようです。ですが、このダニエルディフェンスタイプのハンドガードは見た目通りがっちりとした外見をしているんですが、まだサイズが大きく重いという欠点を併せ持っていました。当時民間で注目を浴びていた M ロックと呼ばれる新しいレールシステムを取り入れることになりました。このハンドガードにより左右や上下だけではなく斜めにもアクセサリーパーツを取り付けることができるようになり、さらに軽量化とハンドガード自体を補足することにも成功しました。なので早速この特徴的なハンドガードについて紹介していきましょう。一瞬だけ余談ですが、この銃に合うカスタムパーツを探している方、前回好評だったマーク18モッド1でスタイリング解説をしていますので、ぜひともこちらの方も見てみてくださいね。さあ、話を戻します。まず何といってもこのガイズリータイプのハンドガードが一番の目を引くポイントですよね。 HK416 デリタカスタムで採用された実績を持つガイズリー社は、このことがきっかけでハンドガード業界で大きく幅を利かせることになります。マーク18よりもスリムにはなっていますが、根元から2本のネジでガッチリと締めることと逆回転をしないような工夫もなっており、脱落の心配もないような設計となっています。特にこのハンドガードで押したいことは細くて軽いということなんですよね。やはり手が小さい女性の方とか、ちょっとね重いもの持つの苦手だよという方、女性の方多くいると思うので、ぜひともこちらのライフルを、特殊部隊のライフルですからね、かっこいい自分を演じてみてはいかがでしょうか。特にですね、先端が重いとですね、やっぱりいろいろとアクセサリーパーツをつけた時に、いろいろとライトやフォアグリップとつけた時に先端が重くなってしまうんですね。ですのでテコの原理で結構実際よりも重く感じてしまうっていう、いわゆるフロントヘビーの状態が発生しやすくなります。なのでこの状態をできるだけ回避できるということで、フロントのパーツが軽いというのは非常にありがたいポイントだと思っています。余談ですが、銃の重心は真ん中である方が取り回しが一番いいとされているんですが、フロントヘビーの唯一の利点は実銃なんですが、反動を自身の重さで抑えやすくなるという利点があります。ですが、エアガンは実弾と比べて反動なんていうのは天と地の差ありますから、
このあたりはまあ気にしなくていいところだと思います。まあ、エアガンのセットアップで気をつけなきゃいけないのは、フロントヘビーにならないように注意するということも、一つのカスタムの目安になると思います。次にバレルの話ですね。バレルは長さ URGI では 14.5cm と、Mark 18 Mod 1と同じ長さなので、今そちらを使ってる方は長さに違和感を感じることはないと思います。まあ、インドアで戦う場合、非常に頼りになる相棒となることは間違いません。ここから URGI の実銃のお話です。本国アメリカではガイズリー社が民間人向けに少し仕様を変えたモデルを販売していて、そちらが2017年の品なんですが、お値段はなんと1,249ドルとそこそこのお値段で売られているにもかかわらず、公式ウェブサイトでは売り切れてしまったという非常に人気の高いモデルになっています。やはり本国でも特殊部隊に憧れる方はいっぱいいるようですね。同じく有名ガンチャンネルでレビューしている方の動画がいっぱい見たんですけど、ベタ褒めしていました。もともとガイズリー社は非常にキレのある素晴らしいトリガーを作ることで有名だったのですが、こちらのガイズリータイプのハンドガードを作り、それが米軍に採用されたということで一気に知名度が上がった印象がありますね。ただ所詮はクローンだろうという意見もありまして、いや俺は絶対にアメリカ軍が使ってる本式のやつが使いてんだと動画で自分の思いの丈をね、ぶつけているような、理由は思いまして、その時も、まあ、なかなか興味深い話でしたね。いかに本物の URG が本国での人気の高さがあるのかということを伺い知るべきでした。さあ次にレールシステムである M-LOCK の解説です。まあ、そもそも M-LOCK とは何ぞやという話なんですけれども、このようにね、プラスチックマガジンを作ることで有名な、最近は AK のマガジンも作るようになってきたマグプルというね会社、アタッチメントを作ってる会社が、作ったプラットフォームですね。まあ、実物を見ていただくと分かるんですが、まあ、これはちょっと違うんですね。 MOE と正確にはマサダに使われているものは、M-LOCK が発売される前のモデルなのですが、このように等間隔で溝が掘られています。ここに今お見せいただいている動画のように溝にネジをねじ込んで固定するというやり方になっています。 M-LOCK が発表されたのは2014年と意外と新しいんですが、それ以前のマサダの頃ではまだまだシステムが未完成で、このようにいちいちハンドガードを外してつけなければいけないという欠点がありました。一部のちょっと粗悪な M-LOCK システムに関してはこれがまだ引きずっているようですが、現在では回すだけでちゃんとロックされて、普通にね、ネジ回しを回すだけで固定できるモデルもあるようです。こちら非常に簡単になりましたね。一応歴史の話も話しておきましょう。もともとマグプルはノベスキー社が開発したキーモッドと呼ばれる見た目が鍵穴のようなアタッチメントシステムを新しい銃に採用する予定だったことです。ですがマグプルの得意分野はこのようなポリマー製品ですからね。ポリマー製品で鍵穴のような大きな穴を連続で開けていくということは、ポリマー素材では耐久力が不十分であることが発覚し、反対側からネジを締めてそこで好みのサイズのレールパネルをはめるという方式を編み出しました。これにより耐久性の確保と重量の増加を抑えることに成功したんですね。 M-LOCK システムはレールパネルではなく最初から M-LOCK 準拠のフォアグリップが発売されていたりと、そのレールシステムに比べて重量を圧倒的に抑えることが可能になりました。やはりマグプラプラスチック系のアタッチメントのパイオニアですね。安いんですよね。輸入してくるものに関してはものすごく船を渡っちゃう関係で高くなっちゃうんですけども、現地のフォアグリップに関しては2,000〜3,000円で買えてしまうという手頃さで、取り回しと軽さそして耐久力を合わせたものが 2,000〜3,000円で手に入る本国ってすごいなって思いましたね。まあ、残念ながら関税で引っかかるの非常に怖かったので、そのパーツは全部アメリカに置いてきてしまいましたが、さあこの M-LOCK なんですけども、一時期流行ったキーモッドとシェアを争ったという過去があるんですね。かなりどちらも一長一短で、まあ、僕もどっちが好きかって言ったらまあ非常に迷ってしまうところなんですけれども、決定的な出来事として米軍に M-LOCK が採用されたということが大きなきっかけになり、それ以来ちょっとキーモッドシステムは近くのガンショップでも見なくなりましたね。キーモッド自体は M-LOCK よりも簡単にはめ込んでスライドしてネジ締めるだけという非常に簡単なやり方でインストールできますからね。こればっかりは M-LOCK にはかなわないところです。反対側からこのようにネジのナット側を除いて、このようにネジを締めていけば比較的楽にインストールできるはずです。さあざっくりと紹介してきましたが、最後に社外品のハンドガードもご紹介しております。こちらはまあ一丁買う余裕がないよとか発売まで待ちきれないよっていう人のためにね、紹介しておきましょう。現在アローダイナミックという会社からレプリカ品が発売されています。お値段は15,000円から20,000円前後ですね。
おそらく来年の発売になってくると価格的にまあ4万5万はすると思うので、金に余裕ない人はこれを買ってカスタムショップに持って行って、つけてくださいと頼むのが一番いいかもしれません。カスタムに自信がない人でも、エアガンショップで頼めば5000円前後で組み込んでくれますからね。エアガンショップは他のカスタムの依頼や、ちょっとね、一人でやっているという場所も多いので、だいたい依頼すると最低でも1週間は待たされてしまうことは覚悟しておいてください。さあ、いかがでしたでしょうか。前回に引き続き発売を心待ちにしている方に向けた情報ネタとなればとても嬉しいです。当チャンネルでは海外のガンカルチャーをはじめ、エアガンのリアルな雰囲気を伝えられるようなレビューも動画として作っております。本当のことを知りたいという方はですね、チャンネル登録しないまでももう一本動画見ていただくか、高評価ボタンを押して応援してくれると非常に嬉しいです。今後もゴーストは良い情報をまき散らしていきますので、次の動画をぜひともご期待ください。それでは次の動画でお会いしましょう。 See you soon!